そう。こんばんは。感動、エモエモ、エモエモの感動の嵐でした。あ、まだわからない方、YouTube ご覧ください。五千シルク、あ、ありがとうございます。そう、五千シルクの、動画も上がってて、ちょっとまだね、ツイートできてないんですけど、シルクホワイト先生のツイートを見ていただけたら、そこから飛べると思うんですけど、あれ、まだ見てないんだよね、完成形。だから気になってる。こんばんは。監督にありがとうございます。今朝めっちゃ早起きでした。あれは朝と言っていいのかって感じの時間。こんばんは。はるちゃんとの、そうなんです、それもあれですね、ときメッセのコンサートに合わせてメンバーでリレー配信、まだ違うもいいんですけど、をすることになりまして、私は26日の9時からかな、確かに、はるか村と、青がはるかのことはるか村って言った、はるかとコラボ配信をします。マホドポシありがとうございます。それでなんかその配信時間の間でランキングが1位になった方になんかサインのツイートじゃない、サインの T シャツですが、いただけるみたいなんでご覧ください。大丈夫てか寝てました。さっきまで絶賛移動中で、もう寝てました。そんな感じでございます。そう、はるかとのコラボ配信、どんなコラボ配信になるかお楽しみですね。30分とかでね。あとは何だろう、みんなに言うこと、あ、配信登録、そうだ、あれですよ皆さん、あれです。31日、コンサートの翌日の配信イベントがあるんで、翌日なんだよね。そう、それで王様の通常版と新潟版、あとシャーベットピンクの通常版に入っているイベント参加券をお持ちの方には配信イベント参加できる権利をお持ちということで、こんばんありがとうございます。とんがり帽子ありがとうございます。そうなので、私は6部9部11部かなですね。そうなので、皆さんもハードスケジュールだと思いますが、頑張りましょう。ぜひ見に来てください。そう、テッドくん、テニーの、新潟のテレビ、新潟のヨンちゃんのテニーさんのテッドくんっていう犬さんがいるんですけど、テッドくんと夢の共演でございます。こんばんは。ライブハードですね。
YouTube 見ました、ありがとうございます。みんな YouTube 見てね。テッドくん犬なんですよ、クマじゃないです。ちょっと今日時間がちょっとよく見えないので教えていただけますか。教えていただけると、今日の服はこれです。なんかちょっと寒いなと思ってから最近これいっぱい着てる。こんばんは。38分、あ、40分ありがとうございます。ちょっと50分くらいになったら夜ご飯配信発表しますね。こんばんは。おうちゃんの、そうなんです。あ、それも YouTube 見ていただきたいですけど。そう、ラーメン部さんとのあれでですね、私たちも出させていただいて、ロッチさんとめちゃめちゃ、私ロッチさんとお会いしたのは何年ぶりですか。武道、2018年の武道館ぶりなので3年ぶりだったんですけど、私のこと覚えてくださってたんです。もうびっくりしました。そう、まだ子供って言われました。そう、ぜひご覧ください。もうね、エモすぎてエモすぎて、いや、エモかった、本当に。いや、見ていただきたいです。ね、かわいい、ありがとうございます。そう、でもあれは結構ね、15分くらいの動画だったけど。ご覧ください。そう、懐かしい武道館。めっちゃびっくりした。コバありがとうございます。大人っぽくなどちらかといえば何ですか。どちらかといえばコバありがとうございます、ね、だから、あ、そう、この前言ってたのはそれです。メールで言ってた、いつだっけ、いつ言ってたっけ、おとといかな、おとといのメールで、これはもうすぐ情報解禁ができますって言ってたやつか、あれでした。笑い、ありがとうございます。とんがり帽子ありがとうございます。あとね、あの時の衣装がね、ちょっと見えてると思うんですけど、あの初めて着た NGT の衣装で、そう、嬉しかった。こんばんは。五千のも YouTube にあるやつです。確か YouTube だったよね。あおちゃん、ラーメンすすれない子なの。私はなんかすすれるっちゃすすれるし、すすれない、すすれるとすすれないの間です。すすれるだとしたらすごく下手くそです。だからすすらないで、すすんないで食べちゃう。ハートありがとうございます。でも私ラーメン一杯食べれなくて、全然、いや、一杯多くないですか。普通に他のご飯は人並みに食べれるんですけど、ラーメンだけ一杯食べれない。は
ハートありがとうございます。なんかもうがっつりこってりって感じ。ハートありがとうございます。そんなことあるの？私もびっくりした。え、青ってラーメン一杯食べれないなと思った。こんばんは、アイスありがとうございます。え、味噌ラーメン食べたことないの。なんかこの前さ、そのそれこそあの時のロチさんが来てくださった時の収録の時もう、なんかの収録の前にメンバーとラーメンの話してたんですけど、私醤油ラーメンと塩ラーメンは食べたことあるんですけど、味噌ラーメンないんですよ。そう、こんばんは。豚骨なんてないですこんばんは。そう、だからちょっとラーメン開拓していかなきゃいけないって思い始めました、最近。そう、つけ麺も食べたことない。そう、カップラーメンほとんど、私一人暮らし始めてっていうか、新潟来てからカップラーメン食べたことないです。あの家に置いてないし、別にめっちゃ食べたくなるってわけでもないから。カップラーメンなんて本当にめちゃめちゃ昔です、食べたことあるの。あの開拓していきたいって思う、すごい。それこそラーメン部の話とか聞いてると本当にそう思う。ラーメン開拓したいって思う混ぜそばもないです。混ぜそばも、油そばってラーメンのことなんじゃないですか。わかんないけど、ハートありがとうございます。え、ネタになるかな。でも結構貴重な味噌ラーメンと豚骨ラーメン食べたことない人ってだいぶ貴重じゃないですかハートありがとうございます。だから醤油ラーメンと塩ラーメンだったこと、なんか一杯をなんか一人で一杯頼んだのもめっちゃ中学生入ってから、え、 NGT 入ってからかな。本当にそれくらいなんです私。あのお兄ちゃんとかパパがラーメンが好きだから一緒に行ったりするけど、それも全然パパさんにやんのもらうくらいで食べてたから。袋ラーメンあったけど、パパと兄やんが食べてただけで私食べなかったです。だからラーメン全然出てこなかったし、あ、焼きそばがよく出てましたね、実家だとそう、そうなの。だからなんか全然ラーメンかけ離れてるんです、私本当に。こんばんは。あ、ママあんまラーメン作んない、作ってるイメージ全然ない。そのインスタントのさ、茹でるパティのやつとか
全然ないですよね。とか焼きそばが多かった。担々麺食べたことない。でもジャージャー麺はあります。給食で出た。こんばんは。三日月のイタリアンは好き。ラーメン南は私は行かなかったけど、あのお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんとお兄ちゃんは行きました。ラーメン南私は行かなかった。48分ありがとうございます。マラありがとうございます。外食だと何食べてた？お肉かお寿司か、何パスタ系の店とかの3択でも絶対お肉が多かった。なんかさ、運動会終わりとかさ、なんかちょっと学校の区切りのいいなんか行事終わりとか、ちょっといいお肉屋さんとか連れてってもらって、いやここではちゃんと食べなきゃ、こんないいお肉食べれるなんてここはいっぱい食べなきゃと思って、なんかお肉屋さん行くと食べ過ぎて。もうめっちゃ気持ち悪くなって家に帰ってきて。こんばんは。食べ方が下手っぴなんです。9時50分ありがとうございます。ということで、今から明日の夜ご飯をこの流れで発表したいと思います。どうしようかな。今日は玉ねぎでしたね。サイが決めてくれました。どうしようかな。いきます。決めました。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、白米です。白米ですよ皆さん。今は新米の季節ですかね。もう終わった？いや今だいぶ新米の季節かな。いや美味しい白米は本当に美味しいんですよ皆さん。私白米が苦手だったんです、新潟に来る前まで。で新潟に来てから白米全然苦手要素なくなりまして、でも白米だけ食べるっていうのがあんまできなかったの。でもやっぱ美味しいお米ってお米だけ食べてもすっごい美味しいの。もうそれ自体がすごい美味しいの。だからもし新潟のお米をゲットした際にはまず米だけを食べてみてほしいなって思う。すごい感動するよ本当に。以上です。ということで明日の配信時間は朝の7時から配信したいと思います。30分配信でございます。すいません、会いに来てください。きっと寝起きだと思うんですけど待ってます。はい、ということで記者タイムしますね。あと8日なんです。皆さん8日なんです。早い。ときめっせまで8、
れました。そっか、今日は金曜日なんだね。毎日配信550、ありがとうございます。551日目ってことはあと何日ですか。49日ですね。ということで今日のランキングを発表します。いきます。13位バイケンさん、ありがとうございます。12位ニシさん、ありがとうございます。11位茨城のゆきさん、ありがとうございます。10位かおるこさん、ありがとうございます。9位山野さん、ありがとうございます。8位たからさん、ありがとうございます。7位しろさん、ありがとうございます。6位新潟かずさん、ありがとうございます。5位ぽんぽんさん、ありがとうございます。4位じんさん、ありがとうございます。3位頑張れしか、頑張れしかゆずはがゆやみさん、ありがとうございます。2位レサルティさん、ありがとうございます。1位金堂さん、ありがとうございます。皆さん本日もありがとうございました。また明日朝お待ちしてます。1週間お疲れ様です。あともうコンサートまで8日だから、本当にもう追い込み追い込みの追い込み追い込みの期間だけど、みんなも健康には気をつけて、青も気をつけて、いっぱい寝て頑張りましょう。あと1週間おやすみなさい。ありがとうございました。また明日朝7時待ってます。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。切りますね。また